サッカー日本代表のゴールはいつ見ても嬉しいですが、中でも美しい崩しからのゴールや強豪国との大一番でのゴールは格別で、本当に胸が熱くなります。そこで今回は日本代表ベストゴール6選を紹介します。ゴールの美しさや対戦相手などを考慮して、個人的に大好きなゴールを選出しています。皆さんの意見もコメントなどで教えていただけると嬉しいです。歴代日本代表の中で個人的に最もフリーキックがうまいと思うのが、横浜 F ・マリノスなどで活躍した中村俊輔です。彼の左足から放たれるボールは威力、精度ともに素晴らしく、何度もチームを救ってきました。中村は日本代表では全24ゴールを決めており、そのうち8ゴールがフリーキックでの得点です。その中でも2003年のフランス戦で決めたフリーキックは本当に衝撃的でした。1点ビハインドで迎えた59分、日本はフリーキックのチャンスを得ます。位置は中央よりやや左、距離もそこそこあります。ここでフランスの選手に注目してみると、ボールの正面に壁が4枚。ゴールキーパーバルデスはゴール右寄りに構えています。バルデスの位置取りを考えると、左キッカーの中村の場合、横回転をかけて壁の外を巻くボールか、縦回転で壁の上を越えるボールを蹴り、ゴール左側を狙いそうです。おそらくバルデスも左を狙ってくると読んでいたのでしょう。中村のキックとほぼ同時に左にステップを踏んでいます。しかし中村が狙ったのはゴール右上。すぐにバルデスが反応しますが、わずかに届かず。ボールはポストに当たってゴールに吸い込まれました。相手がフランスの名手バルデスだったこと、右を狙う判断とキックの精度、歴代日本代表のフリーキックの中でベストゴールだと思っています。余談ですが、中村はバラエティ番組でサッカーボールではなくラグビーボールを蹴り、25メートルの距離にある直径70センチの的に一発で命中させたこともあります。中村の活躍にはフリーキックだけなら誇張なしで世界トップ、コナン君のキック力増強シューズを履けば人間兵器で草など、今でも多数の称賛コメントが見られます。現在の日本代表にも中村のようなキッカーが欲しいところです。サッカーにおいて全得点のおよそ 35% がカウンターアタックによる得点だと言われており、ボールを奪ってから電光石火のごとくボールを運んで瞬く間にシュートが決まるのはとても快感です。ここでは歴代日本代表で最も美しいと感じるカウンターアタックを紹介します。2006年ドイツワールドカップを控える日本代表は、本大会前に開催国ドイツと親善試合を行います。前半は柳沢淳のワイワイワイなどのハプニングもありましたが、なんとか無失点で折り返します。試合が動いたのは56分、ドイツのコーナーキックをクリアすると、柳沢がヘディングで中村につなぎます。中村は切り返しで1人、ダブルタッチで2人目をかわし、再び前線に走り込む柳沢へパス。柳沢はダイレクトで裏へ走る高原にスルーパス。この時点でドイツのディフェンダーは最終ラインに2人残っていましたが、かなり前のめりの体勢となっており、高原に完全に裏を取られています。ドフリーの高原はそのままボールを運び、レーマンとの1対1を豪快に決め切りました。コーナーキックをクリアしてから高原のシュートまではおよそ12秒、まさに電光石火の一撃でした。このゴールは強豪ドイツからの得点であり、ゴールまでの流れが非常に美しいことから、歴代最高カウンター、柳沢のセクシーショットとスーパーアシストが見れる神試合など、今でも多くのファンから大人気のゴールです。サッカー王国であるブラジルは強豪国の中でも特に存在感が大きく、国際大会でも圧倒的な強さを誇ります。日本は年代別の代表では勝利したことがあるものの、 A 代表では13戦して2分け11敗、得失点差を見ても5得点35失点と圧倒的な実力の差を見せつけられています。そしてその5得点のうち、ブラジルから先制ゴールを奪ったのはわずか1点。ここでは日本代表の歴史の中でブラジルから奪った唯一の先制点をご紹介します。ドイツワールドカップグループステージのブラジル戦の前半32分、稲本のサイドチェンジからサントスが中に切り込み、裏へ走り込む玉田へスルーパス。玉田はダイレクトでゴール左上に強烈なシュートを突き刺し、先制ゴールを決めました。玉田は左足でニア高めを打ち抜くのが得意な選手で、2004年のアジアカップバーレーン戦でも同じようなシュートを決めています。しかし、いくら得意なプレーといっても、あのコースに速い球を蹴るのは難しいですし、ワールドカップという大舞台でブラジル相手に決めるのは本当に勝負強いと感じます。日本中が絶頂に包まれた歴史的ゴールです。余談ですが、この後日本はギアを上げたブラジルに4失点して逆転負けしてしまうのですが、
1対3となった後、ベンチにいるロベルト・カルロスが家でテレビを見るようにゴロゴロしており、圧倒的な余裕を感じます。また PK 戦になりそうな場合や、怪我などのアクシデント以外でゴールキーパーが交代するのは非常に稀ですが、逆転後にブラジルは貴重な交代枠をゴールキーパーに使っています。これらの行動には、ブラジルナメプシテテクサ、日本が世界に舐められた瞬間などのコメントが見られました。いつかブラジル代表に勝利して見返してやりたいですね。ボレーシュートは見た目の派手さが魅力的ですが、当て方を間違えるとすぐに宇宙開発してしまう難易度の高いシュートです。ここでは10年以上経っても色褪せない日本代表史上最も美しいボレーシュートを紹介します。2011年アジアカップの決勝戦、日本はオーストラリア相手に一進一退の攻防を繰り広げていました。日本は本田がゴール前で相手ディフェンダーに倒されたり、岡崎のシュートが相手の手に当たるも PK を獲得できず、審判にも苦しめられて得点が奪えません。一方オーストラリアはケーヒルやキューウェルを中心に日本のゴールに何度も迫りますが、守護神川島が神セーブを連発し、お互い決めきれない展開が続いていました。0対0のまま試合は延長戦に突入し、延長前半8分には前田良一に代えて李忠成を投入します。そして延長後半3分、長友が左サイドを突破し中央にクロスを上げると、李が左足で完璧なダイレクトボレー、ボールはゴール左上隅に吸い込まれました。本当に美しいボレーです。この時の気持ちのこもった実況も印象的で、リーダーと叫んでいるらしいのですが、リーダーにしか聞こえません。中にはフリーザーと聞こえる人もいるそうです。さらにセルジオさんのホラリラロという規制、おそらくホラリーダロと言ったつもりでしょうが、バイキンマンにしか聞こえません。そして実況の通りフリーだったとはいえ、ボールは腰よりも少し高く、ノーバウンドで正確にミートさせるのはプロでも難しいと思います。試合の残り時間を考えると、ほぼ決勝点となる劇的なゴールに日本中は大熱狂。シュートを決めたリーはもともと闘争心が強いタイプということもあり、雄たけびを上げて爆走。この時本田圭佑が真っ先にリーに駆け寄り、ゴールを祝福しようとしますが、リーの推進力が強すぎて引き剥がされて倒れていて可愛いです。清々しいでおなじみ本田圭佑、彼は重要な局面でいつもゴールを決めて日本代表を救ってきました。南アフリカワールドカップカメルーン戦での先制ゴール、デンマーク戦での無回転フリーキック、ブラジルワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦でのど真ん中 PK、 ロシアワールドカップセネガル戦での同点ゴールなども素晴らしいのですが、ここでは崩しの美しさから2013年に行われたオランダ戦のゴールを紹介します。日本はオランダに2点を奪われるも、43分には前線からのプレスでボールを奪い、長谷部の絶妙ターンからのパスに大迫がダイレクトで合わせて1点差。個人的にこのゴールもかなり好きで、当時の長谷部や大迫の技術力の高さに感動します。そして後半14分、長友のスローインを受けた遠藤康人がキックの精度を生かして内田篤人に大きくサイドチェンジ。そこからは一瞬でした。内田、岡崎、本田、内田、大迫、本田、ゴールとつないで同点弾。選手の連携に一切の無駄がなく、全てのプレーを2タッチ以下で行っているのも芸術点が高いです。この得点には解説の松木さんも、絡んだ選手全員がいい動きをしたと大絶賛しています。余談ですが、2点目が決まる前の後半6分、遠藤の鋭いパスから本田がキーパーの頭を越えるシュートを狙ってクロスバーに直撃した際、松木さんは、ああ、ゴールちょっとずらしたいよね、イヒヒとコメント。それしたら何でも入るやんと思ってしまう松木節ですが、この個性的な解説が個人的には結構好きです。惜しくも PK 戦でパラグアイに敗れた南アフリカ大会の後、8年ぶりにワールドカップの決勝トーナメント進出を果たしたのがロシア大会です。本当にギリギリのところで予選突破を果たした日本の1回戦の相手は、圧倒的な強さで予選突破を決めた FIFA ランク3位の強豪ベルギーでした。日本はデブライネやアザールといった世界的スターを擁するベルギーの攻撃を何とかしのぎ、前半を無失点に抑えます。そして後半2分、乾隆がボールを奪い、中央の柴崎岳につなぎます。そして乾がボールを奪った瞬間に爆発的なスプリントを見せて右サイドを駆け上がったのが原口元気です。それを見た柴崎が、原口が前線に到達するまでの時間を稼ぎつつ、相手ディフェンダーがギリギリ触れない絶妙なスルーパスを出すと、原口は名手ゴールキーパークルトワと1対1に。
右利きの選手が右側の位置からシュートを決めるのはコース的に意外と難しく、さらに相手は2メートルの巨体を持つクルトワです。しかし原口が一度ファーを狙うような動きを見せて一呼吸を置くことで、クルトワはニアへのシュートを警戒して半歩ほどニアサイドに寄ります。そしてこのタイミングを逃さなかったのが原口。ファーに放ったシュートは直前で半歩動いたクルトワの長い腕をわずかに避けてサイドネットに吸い込まれました。この試合は2点目の乾のミドルシュートも鳥肌ものですが、柴崎の絶妙なスルーパス、原口の走力とクルトワとの駆け引きが本当に最高なのでこちらを紹介しました。完全な余談ですが、自分はこの試合をリアルタイムで見ていたのですが、興奮しすぎて掃除機を破壊したことがあります。皆さんも気をつけてください。今回は日本代表のベストゴール6選を紹介しました。完全に個人の主観で選んでいますので、皆さんの意見もコメントなどで教えていただきたいです。今年のカタールワールドカップでも今回紹介したゴールに負けない素晴らしいゴールが生まれることを期待しましょう。それではまた。